まあ、ここの森作りにおいて結構大事にしたいなというところは、こう水と空気の流れを考えると、地面の下にもいろんな、なんかネットワークが張り巡らされていると、なんかそこを想像しながら、こう流れがいい場所に変えていこうと、森を見ながら自分自身も見ると、両方見ていくっていう視点で森に入っていただけたらなと思います。上側をちょっと土留めしておきたいなと。この辺はだいぶ変わりました。変わったね。全然綺麗だ。結構そんなぐらいで、そんなぐらいです。こう土とつながるってことは非常に大事だよなと。つながってくれてる仲介者っていうのは菌なんですよね。これは根っこをこう輪切りにしてあげると蜂の巣状になっていて、その中にこうニョロニョロと白っぽい線が入ってますけど、これが菌根菌と言われるもので、この菌根菌は土の中を張り巡らしていて、別の木ともつながってるし、他の植物ともつながってて、でそういう中で栄養分をやり取りして、菌は、まあ、炭素をもらう代わりに水と栄養分を根っこにあげて植物が育つようになっている。ヒューゲルカルチャーというのをですね、作りました。中からたくさん運び出したじゃないですか。それを全部中に埋め込んで、どれだけこう土を豊かにして、この、ね、根っこを張り巡らせて菌のネットワークを作るか、こう人間の手でこういうこともできるんだよっていう一つの目印になると。このトレイルも五感を刺激するっていうのもあるので、最初に何か食べ物とかあるとそこに誘われて入り口まで行っちゃうから、そこから森の中入ってみようみたいなつながりができてくると面白いかな。人間の視点で自分たちが通りやすい道を作るではなくて、自然のちゃんと声を聞きながら、まあ、自然にとって、まあ、森の木々たちにとっても通ってもいい場所を、まあ、木に聞きながらですね、もう一回道を作っていくと。もともとでも森の中ってこういうふうにいろいろお互い助け合ってるんだよっていう、今までの畑とか果樹園だと欲しいものだけを植えるとか同じものをいっぱい植えるっていうことが多いけど、そうじゃなくてお互いに助け合うことができるし、でそうすることで季節を追っていろんなものが収穫もできるし、金柑なんか入り口にあったらこうパクッと食べられるので、あーちょっと雪の上を歩くというだけですけど、この葉っぱの上は気持ちいいんだけどね、幹っていう感じが楽しい